はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第206回でございます。で、今回テーマがですね、ちょっと話聞いてもらっていいっていうね、どうしたって思う方多いと思うんですけど、あのね、俺の話聞いてもらっていいですか今回本当はね、これ生放送でやるべきってことだと思うんですけど、どうしてもちょっと早く聞きたかったのと、この日曜今アップしてるこの時間ね、この時間ちょっと生放送どうしてもできなくて、今週そうだから、ちょっとダラ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 ジオで聞いていいですか。あの、手短に済ませるんでね、ちょっと話聞いてください。話っていうか相談なんだけど、俺のこの話どう思うっていう、どう感じるっていうのをコメント欄で教えてほしいです。いいですか、よろしくお願いします。ちょっと手短に済ませるね。で、主に2つなんです、話したいこと。まあ1個メインは片方なんだけど、ちょっと喉ごめんね。で、まずメインの方からいきますね。で、メインの方は、これ、今回このダラダラジオ、今撮ってる、みんなが見てるやつね。ダラダラジオの話なんですけど、ちょっと前からさ、顔出しでトークをする動画を今自分撮るようにしてて、で、そこを撮るようになってから、やっぱり、もともとね、その、顔出しで撮ってるテーマっていうのは、ダラダラジオで話したいなと思ってたテーマだったの。で、基本的には結構前からね、よくダラダラジオで来週何話すか分かんないんですけど、なんて言ってるんだけど、話したいことは結構ストックで溜めてあって、例えば、6月の段階で8月の1週目でこれ話したいなとか、だからこの8月15日にって顔出しで撮ったじゃないですか。見た方いると思うんですけど、それとかも結構前に8月の中日、ちょうどね、月の真ん中で、ちょっとこう、もう一回スイッチを入れれるような動画撮りたいなとか、そういうのは計画してて、で、そういうのいっぱい考えてるんですけど、それを顔出しの方には持ってっちゃってるんで、ダラダラジオで話すテーマ結構なくなってるんですよ。そう。で、正直、ダラダラジオもうやめてもいいんじゃないかなっていう気持ちがあります。これは結構前からあったんですけど、実はね。前も言ったかな？ちょっと覚えてないんだけど。で、ただダラダラジオをね、メインで楽しみにしてくれてるユーザーの方もたくさんいらっしゃるのも分かってるし、で、ダラダラジオっていうのは勉強だけじゃなくてさ、結構ふざけた内容もいっぱい話してきたから、自分の恋愛の黒歴史話したりとかさ、いろいろあったけど、そうだから、そういった意味では残していく意義もあるとは思ってるんだけど、その顔出しとの兼ね合いがあって、まあ、ちょっとこう中途半端になってきてる。で、あんま中途半端なことするのが好きじゃなくって、そうなるんだったらやめちゃえばみたいな風に思うタイプで、それをちょっと迷ってるっていうのが一番のメイン、ダラダラジオについてね。で、ただ、まあ、打開策ではないんだけど、一個やってみたい、まあ、やめる前にやってみたいことがあって、これさ、トークテーマを、ユーザーのみんな、まあ、見てくれてるみんなね、みんなから募集してさ、例えばこれについて話してください、みたいな。まあ、おそらく勉強関係が多くなるとは思うの。で、その勉強関係をもらっても、あ、これ顔出しで話したいなと思ったら顔出しに持ってっちゃうと思うんだけど、でも、トークテーマを募集して話すのは、まあ、ありなのかなと。ただ、今までの傾向から考えて、自分あんまりこういうの募集した時に集まるタイプではないの。多分 YouTuber の方の中でもね。そう。だから、まあやったところで、やっぱ微妙だったな、みたいな感じになっちゃうかもしれないんだけど、少し試しでやってみたいので、例えば、こういうことについて話してほしいとかさ、あれば、コメント欄に書いてもらえば、自分がね、話したいなと思ったものがあれば、それを拾わせてもらって、ダラダラジオのテーマにしていこうかなと。もちろん毎週ではなくって、自分がこの時に話したいって決まってるものがあれば、それを話すとは思うんですけど、っていうふうに思ってます。だから、そこについてどう思うかっていうのをちょっと聞いてみたい。そう、ダラダラジオを、まあ、やめるっていうところもそうですし、まあ、トークテーマ募集して話してみるみたいな、ところ、まあ、それを振ってもみんな困っちゃうかもしれないけどね。どうしろ、頑張ってください、みたいな。なっちゃうかもしれないんだけど、まあ、何かあれば、まあ、今回のね、基本的にはこのダラダラジオのとこに書いていただけるとありがたいんですが、これについて話してくださいっていうのがあれば、ぜひね、書いてもらえたらと思います。はい。それ1個目ね。で、もう1個は、これ去年の段階からちょっと思ってることなんですけど、これラジオ関係なしね。基本的に、みんなからのリクエストを自分は答えないんですよ。で、ツイッターとかでもさ、まあ、ツイッターでメールの方が多いんだけど、この問題教えてくださいっていうのをね、まあ、いっぱい送ってもらえるわけです。ただ、まあ、なかなかそれは返せないんですけど。で、まあ、自分がさ、結構口うるさく言ってたんで、問題と答えは絶対セットで送んないと答えないよってのよく言ってる。まあ、答えることもあるんだけど、でも、それはね、浸透してて、大体メールの方は答え付きで送ってくれるの。そう。ただ、やっぱり、文面で送るのは難しいんですね。数学の質問多いからさ、数式入れなきゃいけないでしょ。そう。で、返せなくって。で、もしそれだったら、例えば、
これ教えてくださいみたいな来た時に、それをとにかくそれをとにかく動画にしていくっていうシリーズを作っても面白いのかなと思ってる。もちろん質問来るのはさ、中学生高校生っていろいろあるから、シリーズでもさ、例えばこのシリーズリクエストシリーズって言っても、あれ今回中2みたいな、あ今回高1みたいななっちゃうかもしれないんだけど、でもそれはそれで面白いかなと。ただ質問してくれた子にとってはすぐ返すわけではないじゃん。今教えてほしいのに後で動画にすんのかいみたいな、もう解決しとるわみたいなになっちゃうかもしんないんだけど、でも答えないことのが多いから、もう答えれないから物理的に無理なんで、時間的にな。だから答えないよりは動画にしてしまった方がいいのかなと。ただね、ただなんでこれをまた相談するかっていうと、そのシリーズ自体も中途半端になりうるかもしれないっていうところとこれよく言われるんですけど、これどうなんだろうな、みんなわかんないよ、見てくれてみんなわかんないけど、自分のね、例えばその勉強動画を使ってくれてる方の中には、ハイチさんのために、まあ俺のためにね、広めたいと、自分が登録して30万人目標って今年言ってるからさ、広めたいんですけど広めたくないんですっておっしゃる方はすごく多いですよ。どういうことかっていうと、特に受験生はさ、同じ学年の子に教えたらライバルになるでしょ。だから周りが伸びてほしくない。だから逆に言うと、教えちゃうと伸びちゃうかもしれないっていう風に、その自分の動画を思ってくれてることはすごく嬉しいの。でもだからこそ教えたくないっていう方がすごく多いので、例えばこのさ、みんなからもらった質問を動画にするってなったら、その動画にすることによってそれが勉強する人が出てくると、ってことは周りのレベルが上がってしまうみたいな感じで、質問がすごい減る可能性があるわけだ。なんだ噛んだ。そうっていうとこもあって、そのシリーズをやることもどうなのかなみたいな。まあ、実際さ、今まあ、数三取ったり、テスト対策取ったりしてるから、そのリクエストシリーズを作ってもそんなに頻繁に更新できるかって言ったら微妙だと思うの。そうだ、それこそまた中途半端になるかもしれないんだけど、それでもリクエストにね、そのこれ教えてほしいっていうのに答えた方が、みんな、とにかく俺みんなのためになるかどうかがちょっと基準になってるんで、っていうのをどう思うかなっていうのを聞きたくて喉がおかしい。今回ね、その2つを喋りました。まあ、話聞いてもらった感じですね。なのでちょっとまとめると、まず1個目がダラダラジオを、まあ、続けるやめるはどう思うかなっていうところ、まあ、顔出しで撮ってるからいいんじゃないですか、やめてもっていう方もいらっしゃると思うし、まあ、素直にそこを書いてほしいっていうところ、あとトークテーマ募集するっていうことについてですかね。で、まあ、トークテーマがすでに思いつく方は書いていただけるといいかなと思います。はい、まあ、さすがにちょっとね、変なネタは拾えないんですけど。でもう1個はそのこれ教えてほしいっていう、まあ、特にメールとか、まあ、ツイッターとかメールは、まあ、メインですけど、そこでもらったやつをリクエストシリーズみたいな感じで動画にしていくことについてどう思うかっていうのをコメント欄にちょっとね書いていただけると、まあ、それ読ませてもらってね、ああそうか、そういうふうに思うんだみたいな、それを踏まえて、まあ、考えようかなと思いますので、もしよかったらちょっとね、あのコメント欄の方によろしくお願いします。ちょっと喉おかしいわ、ごめんね。はい、という感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、今回はね、ハイチのダラダラジオ、第206回、ちょっと話聞いてもらっていいっていうね、ラジオかみたいな感じのテーマでしたけど、まあ、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。では、まあ次回は、まだね、普通に話して、今すぐね、やめるとかそういう問題ではないので、あれなんですけど、まあきっとそれを見た上で、また、まあ伝えたいことがあれば伝えるかもしれないんですけど、まあ普通に何か話すと思いますので、まあもしよかったらね、また次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。